どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。えー、今回は椎茸占いですね。えー、椎茸さんの本を、えー、僕が勝手に読んでおります、えー。各星座の相性を見ております。今回は天秤座とヤギ座の相性を、えー、一部抜粋して読みたいと思います。はい。この二つの星座は、あ、まずは天秤座目線ですね。この二つの星座はサバイバー同士という組み合わせです。この二人は気が合います。 どうしてかというと、あなたもヤギ座も自分の考えしか信じていないという人だからなのです。<laughs> つまりこの二人は生き方とか考え方みたいなものを教科書で習うタイプではなくて、自分で獲得していく人たちなのです。つまり生きることに必要な知識や経験を他人が言ったことをそのまま鵜呑みにするわけではなくて、自分の経験の中で消化し、自分の言葉にしてきたという人たちなのです。 生きるとは何かということを考え、ジャングルの中で生き抜いてきたような人。あなたは目の前の人が喋っているときに、この人は自分の考えで喋っているなというのと、この人は知性がある人だなということを即座に見抜きます。そして人真似ではなくて自分の経験値で喋っている人の話をあなたは大好きなのです。そういう話だったら多少ぶっ飛んだ話であってもずっと聞いてられます。不思議と心を開き合う関係になります。 仲良くしていってください <laughs>。と書いております。はい。まあ僕、月星座が天秤座なんですね。もともとはおひつじ座。もともとはてかおひつじ座なんですけど、まあ裏星座ですね。は天秤座なんですよ。だから天秤座の部分を読むと、うん、半分はなんか、あ、自分もこれちょっと当てはまってるなっていうところがあります。はい。僕もどっちかといえば自分で獲得していくタイプだけど、100%そうかって言ったらそうではない。うん。だからやっぱ、裏星座なんだなってちょっと、 勝手にそういうふうに解釈しております。えー、続いて、ヤギ座目線の方を喋りたいと思います。この2つの星座は個人主義者同士の組み合わせです。この両者は必要以上に他人という存在を求める人たちではないのです。あまり自分がやろうとしていることには他人に踏み込まれたくないという気持ちを持つヤギ座にとって自分と同じ感覚を持っている天秤座はすごく頼りにできるのです。違いを言えば ヤギ座は好きなことやりたいことにのり込んでいくので趣味が仕事という世界観を持つのに対して天秤座は趣味と仕事は別という世界観ですそして天秤座はやぎ座に対して社会での過ごし方について思想的に教えてくれますあなたが好きなことってこういうことなんだからもっとこういうやり方をすればお金の面でも良くなると思うよというようなかなり具体的で実践的で的確なアドバイスをしてくれるのです 山羊座は、やりたいことしかやらないというバランスが偏りやすいので、あなたの個性を好意的に見てくれて、しかもバランスを教えてくれる天秤座は、あなたの貴重な親友の一人になるのです。なる人です。なるほどね。うん。いいね。いい関係だなと思います。はい。どうですか天秤座、山羊座の方々。聞いてくれてますかねはい。というわけで、えー、今回の、えー、覚醒座の相性、天秤座、山羊座、えー、この辺で終わりたいと思います。また え、別な回でね、他の星座の相性まだね、喋ってないのいくつかありますので、喋、えー、りたいと思います。聞いてくれてありがとうございました。さようなら。